ドリームキャッチャー。こんにちは。11月24日日曜日の午後4時、皆さんいかがお過ごしでしょうか。夢を応援するラジオ、ドリームキャッチャー、ナビゲーターの出口優子です。この番組は夢を追っている人を応援し、やりたいを叶えるエンタメ系番組です。アーティストに限らず、年齢も関係なく、とにかく夢実現のために進んでいる皆さんを応援していくという番組です。毎回ゲストをお招きして、やりたいこと、叶えたいことを語ってもらったり、また県内外のライブ情報、演劇公演情報、そしてオーディション情報など、ホットな情報もお送りしていきたいと思います。どうぞ皆さん、1時間お付き合いください。それでは引き続き番組テーマソング、しずくが歌うどこまでもお聴きください。
日も始まりましたドリームキャッチャー。それでは早速本日のゲストをご紹介したいと思います。演出家のガナハコウジュンさんです。イエーイ。はい、どうもガナハコウジュンです。ようこそお越しいただきましてありがとうございます。呼んでいただきありがとうございます。なんかね、私、はい、もうずいぶん前からコウジュンさんとお会いしたくて実はこう、まあ、初対面というかご挨拶程度はさせて、ね、劇場とかではね、そうそうそう、あってあみたいな、はい、いただいてたんですけど、ましたけど、ね、お話しするのは、縁があって、はい、ありがとうございます。今演出家って言われたんですけどね、はい、僕も演出家でもなんでもないんですけどね。そんな演出家、そうそう、もう ただね、演出みたいなことをしてるもんでねなんかだから松尾鈴木さんのエッセイで、はい、脚本家というからには脚本で家を建てなければならないだろうみたいなこと書いてたんですよ。あ、俺脚本でも演出でも家建てて松尾鈴木節ですね、それは ね。いやいやいや、もう向こうがそういうんだったらね、もう、うん、ね、みたいなもんですよ。なんかこう私の認識としては、あの、ね、戯曲も書かれるし、はいはい、演出もされるし、はい、で昔なんか演者としても出てらっしゃいましたそうなんです、ね。もともとは劇団大勢にいまして4年間ぐらいですね。4年役者さんをされてたって。そうです、4年役者をしてましたね。そもそもこの世界に入られたっていうのは、はい、きっかけとかってあるんですか？これはですね、オリジン、オリジンの第3回お笑いオーディションっていうのがありまして、そこに出たっていうのがきっかけ で出る経緯っていうのも、うんうん、あの高校時代の友達が、友人がこういうのあるよと、出てみないかっていうのが3人集まって、はい、で3人でトリオをなんかね、お笑いのこうコント的なものを作ろうかって、全く素人で作ったこともないのに、はいはいはい、でそれで出ようっていうことになったんですけど、うん、なかなかね集まることもなく話だけで、そうです、高校卒業した後なんで、もうやることって言ったら大体集まって、うん、深夜のドライブありがちな、はいはい、ネタ合わせとかもなくないです、まあ、集まってで、やろうかって言って、どうする、どんなネタするって話があって、うんうん、ドライブをしながら、うん、くだらない話をして、はい、明け方になったらじゃあ帰ろうかってなってまた集まってって、それするのかな、どうなの、なんか集まる口実みたいな感じですか。そうですね、でそのうちもう一人がなんか、出ないのかな、やりたくないのか、うん、ちょっとみたいな感じになって、で残り二人で、はい、じゃあもう2人でコンビで漫才ですかね、漫才されたんですか、いやいやっていう話があって、はい、でそれをネタを作ろうって話になったんですけど、うん、それもまたなーになって結局、当日1週間ぐらい前になって、はい、どうすんのって、うん、やるの、もうエントリーはしてたわけですね。いやエントリーはまだしてないんですよ、うん、で、うん、それで、いやもうちょっと ネタ合わせる時間もないし、うんうんうん、これはもう、いや俺はちょっと出たいんだけど、一人でも出たいんだけどってなっちゃってて、はいはい、僕の方が、うん、で向こうも俺もちょっと一人で出ようかなってなって、うん、じゃあ別々に別々で行きますかってなったんですよ、はい、それで、当日、その時僕はあの港で、アジャ港で船内作業員をしてたんですよ。もう本当に作業着をつけて、太陽の下でもう今と違って色も真っ黒になって、なりますよね、そうなんですよ、日焼けして、うんうん、それで働いて、そのオーディションの日が、その入港、船が入港してきて、とってももう本当に忙しい日、うん、ちょっと休めないぞっていう日になってしまって、はいはい、でそれも出るかどうか、エントリーはもう先にしてたんですけど、うんうんうん、直前までどうしよう、出るってないっていう話、うんうん、自分の中であって、で会社にも作業着もつけたまんま、はい、予選が始まるその朝、うん、会社に向かいながら、左の方に行けば港右の方に行けば、58号線に通じる道、はいはい、どうする、どギリギリどうする、右です、右って58号線の方に向かい、はい、で途中で止めて、あすいません、あのちょっと体調が体調がちょっと悪いのでつって電話をして、うん、でもずる休みですよ、うんうんうん、でその作業服のまんま、はい、あの予選会場に行って、今の、はい、今ねマキシー、昔マキシーっていうのが今マキシー、あの国際通りのですか、そうそう国際通りの、おうおう、あそこの下で B スタジオっていう小さなスタジオがあったんですよ、はいはい、そこで予選がありまして、そこに行って、で、まあ、それで、受けたっていう感じですね。そこからその後予選も通りまして、はい、で本戦出場になって、うん、でその本戦が終わった後に、うん、
あのその主催者もオリジンですから、はい、で今、ヒープーさん、ヒープーさん、ね、ヒープーさんっていう、言うととっても怖いんですよ僕の中では。そうなんですか。僕のひとしさんって言ってるんですけど、あ、はいはい、もうちょっとねひとしさん僕ちょっとね怖い存在なんで僕の中で。あ、怖いんですか。でなぜかというとこれから話しますけど、はい、それはひとしさんが、うん、あのみんな集めて、オーディションした、はい、予選を通過した人集めて、うん、で、実は自分の、漫才コンビ、はい、解散、ちょっと解散すると。あ、うん、その時代ですね。そうそう、はい、ダーティービューティーを解散するにあたって、はい、ちょっと、劇団というものを作ってみたいから、はい、興味のある人はいないかという話があって、うんうん、で後日いついつちょっとオーディションじゃないけど面接みたいなものをするから、はい、なんか興味があったらちょっと顔出して事務所にっていう話があり、はい、でのこのこ行ったのが僕一人だけだったんですよ。そうなんですか。そうなんですよ、僕一人だけ行って、うん、で、面接をするっていうかね、僕はあのもう本当にあの履歴書に、はい、履歴書に、はい、本当にちゃんと書いてそれを持って当時あった、オリジンの事務所まで行ってドキドキしながら、はい、でガチャってひとしさんがいて、はい、で面接をして、はい、の履歴書を出して笑われて、はい、これ就職じゃないんだからでもそれもインパクト強かったんじゃないですか。あ、そう、また就職しかいなかったですからねどっちみちでまあまあそういった話をして、うん、で、じゃあもう劇団まだ名前もなかったんですよ。後に大勢になるんですけど。あ、そうなんですね。でその時に、うん、オリジンにいた、お笑いにいた女の子が一人、うん、はい、でもう一人タレント部門なんすかね、のして女の子が一人、はい、でもう一人女の人がいて、はい、3人と僕の男4人で、ひとしさん合わせて5名、はい、とりあえずメンバーを5名ということで、お、そう、それでちょっと、この劇団の名前を決めようぜっていう話になって、初の飲み会みたいなのがありまして、はい、そこで、劇団大勢、オリジン絶世エンターテインメントっていうの、あ、はいはいはい、まあ、決まりまして、そこからですね、そこからもなんかわけのわからないうちに稽古場もなくて、その時、外、野外の公園で稽古してたんですか。公園の街灯分かりの下でやってた記憶がありますね。マジで。じゃあコウジュンさん、あの大勢の創立メンバーなんですね。まあ、一応ね最初はでその後に、うん、もう、しばらくして本当に、2、3ヶ月後に、あの、うん、今、現頭をやってる荒木真也、はい、金城理恵、うんうん、その前に今、ハピーレで活躍してるあったさん、あった雄一さん。お、あったさんも、あったさんもなんですか。あったさんも大勢なんです。あ、全然知らなかった。この辺りはもうほぼ、一緒の同期ですね。同じ年ぐらいに入って、真也さん、理恵さん、あったさん、僕で平安さんもだ。平安さん、はいはい、そこら辺はもうほぼだから、そこら辺を含めて創立メンバーと思ってもいいと思う、うん、僕の中で。そうなんですね。いや、あったさんは知らなかった。全然。あ、そうですか、はい、隠してるんですかね、はい、いや隠してることはわざわざ聞かないですもんね。でその後、まあなんやかんやで目まぐるしく時間が過ぎ、はい、その時はまだ僕あの港で働いてましたから、正社員しながら、7時の、残業が終わって、うん、その足でそのまんま臭いまんま稽古に参加して、1時ぐらいまで、あの時も本当に1時ぐらい1時2時ぐらいまでやってましたね、稽古やり、でまた帰りっていう生活が続くっていう感じですね。そうなんですね。4年ぐらいっていう感じで、そうですね、そんな感じで、なんかバタバタとこの芝居の中に入っていったっていう。もともとじゃあお笑いをやりたかったっていう。いやいや、お笑いの方は、はい、もう入り口はお笑いオーディションではあったんですけど、なんかきっかけとして受けてみようかなっていう。でそれはもう1回限りで、もちろん、はい、もう出たらもうそのままそれっきりにしようかなって思ったんですけど劇団を立ち上げるって聞いた瞬間、うん、やっぱりやりたいっていうのがあったんでしょうね。その時はもう僕は全然、お笑い、演劇とか、はい、見たこともないですし、なんでそれでやりたいと思われたんでしょうね。やっぱりこれも運命的な出会いなんですかね。なんですかね。そう、でも、小さい頃は、はい、多分みんなそんなことはすると思うんですけど、うん、お風呂場で入ってる時、お風呂で、はいはい、シャワー浴びてる時に、はい、
あのテレビその直前に見たテレビドラマの真似をしてみたりとか、フルチンでシャワーを浴びながらなんだなんだって多分ね、みんなじゃないと思いますよ、それするなんて。そうですね、そういうことをやってたはやってたんですよ、な真似事。やっぱ興味はあったんですよ ね、 このあの舞台は見たことなくても、はい、テレビドラマを、ね、見て。で今ちょっと思い出しました、はい、多分一番の要因は、うん、自分 の、 あの 生 活、生活を変えたかったんだと思うんですよ。あの港で働いてたんですけど、はいはい、それ本当に僕は、もう小中学高校ぐらいから、うん、もうとにかく大人になりたくないと、うん、社会に出て働きたくない。ピーターパンだったんですね。そうですね、もうだったらもう、はもう、学校卒業するの大人になるの働くの、いやいやこのままがいいよみたいな。そう、高校卒業した後も別に大学に行くわけでもなく、うん、ブラブラして、まあアルバイトバイトの面接に行ってきますと言って、はあ、行かずにブラブラーと、うんうん、公園とか時間潰して戻ってきてああダメだった今日ダメだったみたいな感じで、とにかくもう大人になるということをもう引き延ばして引き延ばして、はい、でそれにも業を見らした父親が、うん、父親が働いていた会社に、ね、元、前に働いていたところにちょっとお前紹介してるからバイトでもいいから行かないかっていうことで、うんうん、そこで、まずその、港で、はい、港の荷物を、はい、コンテナの中に入れたりすると肉体労働のバイトをするんですよ、うんうんうん、はい、大変それがそうですね、1年結局それは6年ぐらいやったんですけど、うん、1年バイトして2年目ぐらいから正社員になり、はい、で正社員になった途端にあの船内船の中に入ってクレーンで吊るしするコンテナを、はいはいはい、のフックを外すっていう、はいはい、ちょっと危ないところに回されて、こうコンテナを乗っけた後にってことですか、ガチャンガチャンって外すっていうところに行き、うん、で、僕の性格上そういう肉体労働をされる方とは合わないんですよ。 そうなんですか、うん、そう仕事終わった後、うん、じゃあ飲みに行くか、うんうんうん、飲みに行ったりとかして、はい、ビールとかなんて僕お酒飲めないんで、あそうなんですか、そうなんですよ、まあ、そこがお酒飲めないんですけど、まあ、付き合いで飲むじゃないですか、はい、頭も痛くなって、で、仕事の話とかやって、うんうんうん、僕早く帰りたいのに、うんうんうん、早く帰ってもテレビ見たいって、ね、なってるのに、でそういうのがあって、このうつうつとした生活、これは俺はずっとここでこんな一生こうなの嫌だなって本当にもうちょっと嫌だな、でも、うん、父親のね、うん、あのコネで入ったところだから無限にじゃあやめますとも、はいはい、いう勇気もなく、うん、っていうの頃にあのオーディションがあるよって話があったんで、はい、多分そこにちょっと抜け出せるんじゃないかっていうのがあったのかもしれない、一歩踏み出したって感じですね、そこ何か変わるんじゃないかっていうのが、うん、あったような気がしますね、その時に。でもきっかけはあれですね、左じゃなくて右に行ったって感じ。そうそうそう、右に行って本当に直前まで、本当に直前まで、一瞬でしょ、そうです、一瞬の選択で今ここにこうして変わりました ね、 ねえ、こんな感じですね。昔タモリさんがやってたイフっていう番組知りません？あはいはいはい、2つの人生もしっていう、そうありますありましたね、ね、こっちの人生選んだらこうだったけど、もう一個選んだらどうだろうって、でも結局あんまりそんなあなんかハッピーにはならなかったような、うんうん、そうどうなってたんですか ね、 ねえ、ありますよね、いや本当にどうなってたんだろう、もし行かなかったら、うん、でも結局どっかでまた絶対変えてましたよね、このね、演劇じゃなくても、うん、多分絶対別のことを見つけて踏み出してたんじゃないですか。 あ、 そうか、あったかもしれないですね、うんうん、そういうとミュージシャンだったかもしれないそっちの方はねかもしれないですね、ターニングポイントってありますよね。出口さんは何かありますよ、ターニングポイント。私は結構比較的ちっちゃい時から、うん、まあなんかそういうことするのが好きで、こたつの上でマイクを持って歌ってたような感じだったんですよ。で、まあ、ちっちゃい頃うちの母がね宝塚が好きで、うんはいはい、もうすごいちっちゃい頃見に行かされて、うん、その時幼稚園より前ぐらいだったので全員本当の男の人に見えるんですよね。わからないですよね、わ、うん、からない、でもすごく綺麗な世界で憧れましたね、うんはい、であとは小学校に上がってからあの子供ミュージカルってあるじゃないですか、はい、で東京だったので劇団四季に憧れて、うんうんうん、もう私は絶対それですごく感動したので、はい、感動を与える人間になりたいと思って、それはいくつ、もう小学校低学年ぐらい、お早いですね、うん、で、結局あの児童劇団に入ってました、うん、ああなるほど、あじゃあ子役ですか、子役やってました、あ今でときめくあの坂上忍、うん、しーちゃんの劇団にいました、あそうですか、うん、劇団にいました、
同い年ではないですよね。向こうが下ですね。ああそうなんですか。そうですよ。あらそうなんですか。そうですよ。なので一緒にもうその時にはもう彼はときめく子役だったので、うん、一緒にこの学んだことはないんですけど。うん、なるほど。それで、それで、まあでもその児童劇団っていうのが超つまらなくてですね、うん、そうなんですか。ちょっと、はい、そこで3歩歩いて振り向いてセリフを言えとかいうのがもうなんかとてつもなく嫌になり、それ嫌ですよね、嫌になり、うん、やめて、うん、で宝塚を目指してましたね。おおすごい、また宝塚ですか。宝塚だけどもう宝塚受験の中学ぐらいになったら、はい、生意気なことに、いや宝塚なんて小さな世界じゃって思うようになってめっちゃ生意気ですよね、うん、若気のいたりで。でも目指そうっていうところが、ね、すごいですね、この環境が。いやいや、なんかね、本当怖いもの知らずでしたね、若い頃はね。ね、でそれでそのまんま演劇、それでどういう風になったらいいかわからないわけですよ、はい、その児童劇団でもない、うん、宝塚でもない、はい、ただどうなっていいかわからないところにちょうどモデルのスカウトがあって、はい、じゃあまあ芸能界だからなんかここから広がるんじゃないかと思って、うんうんうん、でしばらくモデルをしていて、そしたら某あの有名オーディション番組があったんですけど、はい、それのアシスタントになって、はい、でテレビにしばらく出てたりとか。あ、裏方でっていうことですか。いや、あのタレントで、タレントで出てました。アシスタント、はい、アシスタント、はいはいはい、アシスタント番組アシスタントで、あの提供者とかこの本日の商品はとか言ったりとかしたりとかしてて、あと大きいオーディションだと松田聖子さんが出たミスセブンティーン、はい、うん、あれのオーディションを受けて最終まで残ったんですけど、その裏番組というかでオーディション番組のアシスタントやってるじゃないですか、はい、だからグランプリが取れないんだったらそのテレビ局に申し訳ないからっつって降りたんですよ、はい、おー、なんか鼻っ柱が強いですね。そう、本当にもう生意気ですみませんっていう感じで、今から思うと、いや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 、どんだけチャンスを無駄にしてきたのよっていう。でもすごいですね、面白いな、ね、でもこんな話したの高純さんぐらいですよ。そうですか。じゃあそういうなんか東京でそういう演劇の世界とか、はい、テレビの世界とか見てきたじゃないですか、うん、はい、で沖縄に来て、はい、今沖縄 の、うん、あの演劇の、はい、どう見えてます。そうですね、常々思ってたのはこの沖縄の現代劇ってすごくこう東京から比べると30年ぐらいこの遅れてるというか、うんうん、まあ、入ってきたのも遅いじゃないですか、うん、そうですね、やっぱうちの芝居とかの歴史はすごく深くて素晴らしいものですけど、はいはい、現代演劇ってやってる人たちも少なかったじゃないですか、はい、僕が、うん、入った頃は本当に、大勢が立ち上げて、うん、はい、その時劇団第一というのがあり、そうですよね、で、今シアターやってるんだけど前は、塚山公園っていう名称でやってて、うん、はいはい、そのぐらいですよね、ですね、うん、最近やっとすごくいっぱい若者があっちこっちでボンボン出てきてるので、はい、ちょうど私がこう若い頃やってた時小劇団ブームというか、はい、下北沢とか、はい、ああいったところの小劇場がもてはやされてた時代が今やっと来たかなと思ってすごく嬉しく思ってます。あ、そうなんですか、うんうん、そう、30年遅れて30年ぐらい、そう遅れてるっつったらなんか後列じゃないですけど、いやいやいや、うん、情報が、うんうん、だからここからスタートしてったら、うん、沖縄すごいんじゃないかなと、ね、もともとエンターテインメントの島じゃないですか。あ、うん、ミュージックですよね、音楽よりっていうかね、うん、でもそうなんですよね、素晴らしいんじゃないかなと思って、うん、でここ最近僕が思ってるのが、はい、ミュージカル団体がここ3、4年ぐらいでなんかポッて出てきた感じが、はい、そうですね、結構増えてきてますよね。劇団5の4パフォーブ、うん、5の45の4パフォーブ2つ回っていう2つ回っていういやでもね、お前坂でもまだあるのかな、 あるのかな、ま、そうです。あとはあのほら市民劇とかでちょっとミュージカルっぽいものとか、あ、ですね、で組踊りも結局現代版ってちょっとミュージカルに近いものってないですか、うん、ああ、うん、組踊りはもうミュージカルですよ ね、多分くくりで言ったらどうなんだ、ミュージカル多くないですか、このミュージカル、うん、組踊りのミュージカルってか、現代版ってつくと、うん、ですね、確かに、うんうん、あとゆいゆいキッズとかね、ゆいゆいキッズとか、はい、なるほど、やってますよね、うん、だから、ミュージカルででも5の4もパフォーブも、うん、もっとたどって言ったらなんか一つ
なんですよね。僕あのこの前リュウダイ、あ、2、3年前かな、リュウダイの、はい、ミュージカル、リュウダイミュージカル、うん、初めて見に行ったんですよ、はい、でそこで見に行ったら、ゴーシさんとか、はいはいはい、とか、シローさんね、うん、パフォーのとかも出てたかな、なんかそう関係いて、うんうんうん、あれと思って、あ、ここが源流なんだ、うん、服部先生っていう方がいる、はい、服部先生、はい、あ、この人が、うん、あの沖縄のミュージカルの源流なんだなって、うん、そうですよ ね, ですよ ね, そうですよね、はい、そこから裾野が広がっていって、うん、いろんな人たちが卒業して社会に出て、うん、団体を作ってっていう、はい、おお、そうなんだって、うんうん、と思いましたね。そういうことミュージカルは楽しいですよ ね, いいですよね。私ミュージカル 初舞台がミュージカルだったんですよ、東京 で, そうですか。オーディションを受けて、はいはい、何千人の中から何もできないのにその生意気なやる気だけで役を作ってもらって、うん、出たブロードウェイミュージカルだったので、うん、やっぱミュージカルやりたいですね。あ、なんていう、なんですか、ミュージカルジプシーっていうミュージカルで、その時は出てるのが元ピンクレディのミーすごいと草笛光子さん、はい、あ、すごい。でこれは多分本人の黒歴史なんですけど、うん、宮本亞門さんがまだ宮本亞門の前に本名で出てました。あ、出てたんですか、はい、出演して、出演する方にまだ 若かりし頃なので、うわ、すごいな。その後ニューヨークに行かれて演出家になったという、うん、なって、うん、なるほど、すごいですね、歴史が。あっという間にこんな年になっちゃいました。いや、ようこそ沖縄へありがとうございます。よろしくお願いします。そんなことを言ってもらったことがないので嬉しいです。いや、でも今30年遅れて、はい、遅れてるっていうか、まあ、30年ということはこれからまた行くってことですよね、うん、もちろんもちろんです。なので、出口さんみたいな、はい、東京でそういうノウハウを学んだ人が沖縄に、はい、来て、はい、そこで、今、講師されてましたけど、ね、はい、ラフ&ピース、ラフ&ピース専門学校と、ね、あと演技スタジオ出るという、ね、僕今回この、告知で出させて、はい、ゲストで出させていただくっていうことに関して、はい、調べられる範囲で出口さんのこといろいろ調べて怖い怖いですよね。怖い、ストーカーしてましたよ。すごい素晴らしいですね。いろいろして、あの、講師されてんだねって、花の名前やっぱりそれ演出してましたねとか、はいはい、ラフ&ピースの発表公演の、はいはい、憲法の話と、はい、濡れ衣、はい、僕はその両方演出されてるのかなと思ったんですよ。あ、いやいや、前期は私は1年生の方、1年生だけで人数多かったので、で調べてこの、ハッシュタグの演出してる人の名前が全然出てこないんですよ。はい、あ、そうですね、誰だーっつって、はいはい、でこれでもし、出口さんに会った時にされてましたよねって言って、うん、してませんって言われたら、どうしようと、それはダメだろうって、うん、で調べたんですけどなかった。あ、そう、全最初の方、そうですね、憲法の話の方、もう本当に初めて演技に触れる子たちがめきめきこうなんかね、はい、上手くなってくれると嬉しいですよね。ですよね、うん、あれって演劇芝居の素質っていうことにちょっと聞きたいことがあるんですけど、うん、はい、どう思いますかっていうの話なんですけど、はい、それはもともと本来演劇芝居の素質っていうものを持っているのか、うんうん、それともそうじゃなくて、そんなのなくて、訓練によって得ていくもの、はい、どっちで考えてます、ね、両方あると思います。両方ある、天性の勘ってないですか。あ、そう、見ててすごい、あ、この人、え、本当にやったことないの、うん、って思う、うんうん、方もいらっしゃるし、そうですね、うん、あるんですよ。で、何度やってもやっぱりダメな人はダメっていうのがあって、うん、それはあります。僕は、どっちかというと、うん、もうこれは素質的なもので、うん、ダメな人はダメだろう、うん、でダメと思っていた人ができるようになったっていうのは、うん、それはそもそも元々の素質があったものだからであって、うん、っていうちょっと冷めた感じなんですよ。あ、両方。あとは一つはそのやる気ですね。どれだけやりたいかによると思います。あ、それが、まあ、素質を凌駕するって感じ。そう、うん、それってあると思いますね、うんうん、そういう方って、うん、会ったことあります？最初に演技をしてもらって、うん、ちょっと無理かなっていう人が、うん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 、そのガッツで乗り越えて、うん、あ、いや、いけるかもっていうのは、そうですね、今まさしくこのラフ&ピース専門学校の学生たちもまだ若いじゃないですか、可能性いっぱいで、最初はなんだかわからなくてちょっと勘が悪いかなと思っても、いざ後期にちょっと授業を始めてみたら、あれって思うことがあります。うん、だからそれだけのやる気ってすごく大事だなって、うん、思う。だ
から反対にある程度勘がよくて、うん、何でもこう器用な人って伸びが遅い気がする、うん、こうやる気の部分が欠落してるとっていうことですね、そこでなんか感じたことありません？なんか器用な人だったらもっとできるはずなのに、それはありますね、甘んじてるなみたいな、うんね、できるからっていうところで、そうそうそう、ありますよね、うんうん、あ、なるほど、やる気、じゃあその素質とやる気が両方兼ねたらもうすごいですよね。それは中央で頑張ってる人たちですよね。そうですね、絶対、なるほど。結構中央で頑張ってる方たちも絶対このなんていうの、運だけじゃないですからね。あ、そうでしょう ね絶対いろんな苦労をされてると思うので、それはそうでしょう ねいやなるほど、ちょっとね僕ね、はい、そこら辺をちょっと冷めてたところがあって、諦めが早いのかな僕が見てて、この人ちょっとさせて、ダメだなと思ったらもうダメだろって、もう、すぐ、あと夢を、あ、このドリームキャッチャーで夢を夢応援する、はい、ね、夢応援してください、応援するっていうところで言うのもあれなんですけど、ある程度、夢を、見続けると夢を叶えるっていうことに対して、そういうわけでもないよっていうのは大人が言ってあげてもいいんじゃないかっていうところもあって、それもありですね、それもありですよね、で言ったところでもしかしたらその人その可能性があるかもしれないですか、言いはしませんけど、心の中で思いますけど、言ってその人 その本来もしかしてあったかもしれない可能性を潰しちゃうかもしれないから、でも心の中では無理だよな君はでもそこがやっぱりやる気だと思います。ああ言ったところで、その本人が本当にそれをやりたければ、なるほど、反対にこのハプン材料にするというか、何クソと思われると思うので、言われてへこんじゃうぐらいだったらやっぱり可能性はないと思うんですよね。なるほど、そうですね、難しいですね、難しいですよね、言葉一つでその人の人生をちょっと左右してしまうという、そうなんですよねだから結構、ね、私もなんて できたらもうすぐ母心になっちゃうので、全て頑張れよ頑張れよってなるけれどもでも何でもいいよいいよするわけにはいかないじゃないですか。確かにそう、だから時に急に雷を落としたりもしてみるんですけど、そこで離れていっちゃう人と、何クソってクソババアと思われてもいいから何クソと思ってやってくる人っていうのはやっぱ伸びますよね。結局そこ、やる気というやる気ってすごく大事だなって思いますね。やる気がそういう才能を目覚めさせる場合もあるかもしれないですね。私はやっぱり若い頃結構叩かれる時代だったの ですよ、ね、それこそ蜷川さん灰皿投げるとかもそういう時代だったので、やっぱり精神的に追い詰められた経験もあるから、あまりそう追い詰めたくはない、その気持ちも分かるから、そうなんですね、ありません、そういう経験がある人たちが指導する立場になると、されたから やりたくないっていうことで、そういうことを、経験しない子どもたちが育つじゃないですか、でこの子たちも結局いずれ、指導する立場になるじゃないですか、その時にあの時ガツンって言われなかったからダメなんだよなって言ってガツンと言われるんですよこの人たちがまたうわーってやられたことないから、痛みを知らないから、うわーってやって、そこでまたやられた人は離れていって、それでも頑張った人たちは あんなことはしないそうでもやるんです私、そのやりたくなるべくやりたくないけれども、あまりにも目に余ったらがっつりやるから嫌われますね、きっと。でも嫌いと言われたことはないけど、それでもちょっと登ってきてほしいと思いますね。五条さんもそうじゃないですか。いや僕は何も言わない。いや、はい、僕は心の中で捨ててる。思う捨てて育てるっていう意識が、まあそうですよね。ないんですよ。そうですよね。それは多分劇団を持っている、座長と、座長演出家と、持っていない演出家の違いだと思うんですけど、まあ、それはそうですよね。座長を持っている人たちはね、やっぱり、この自分の劇団のためにこの、座員たちに成長 してもらうと困るから、ちょっと口酸っぱくとか、なって言うかもしれないですけど、僕はこの、今回の芝居さえ成功すればいいので、そうですね、別にその後彼らがどう成長する関係ないのでここだけ、ここだけですよっていう感じで、その違いですよね。だから後輩というか
下の者たちの成長も担いながらやるっていう人たちはもう大変だろうなって。そうですね、大変ですよね。ねえ、でもそうですよね。でも私も別に団体を持ってるわけではないので、うん、でもただこの生徒ってなると、はい、やっぱり可愛いじゃないですか。まあ、そうですね。うん、ね、でもその、うん、大きく育ってってもらいたいと思います。確かにね、うん、なのでやっぱり演出だけするときはやっぱり役者さんたちを信じていくんですけど、うん、それでもなんかちょっとあまりになんていうんですか、こう発奮できない方とかがいると、うん、ちょっとわざとガツンと言ってこっちにこうなんていうの、このエネルギーを向けてもらうこともあります、うんうん、ですよね。嫌われるでもまあ作品とそのね、役者さんが良くなれば、うん、そうですね、うん、全然いいなと思ってやってます、うん、いやでも皆さんそれは分かってやっていると思いますよ、うん、この、うんうん、特に演劇とかそういう活動されてる人はね、うんうん、それ承知の織り込み済みでやって、うんね、来てもらわないとちょっと困るっていうところもありますよね。本当にね、うん、いやなんかお話尽きないですけど、はい、じゃあここでちょっと曲をね、はい、ご紹介したいと思います。もう今は解散しちゃったグループなんですけれども、沖縄の男性アイドルクレイジーボーイズの曲をお送りしたいと思います。聴いてください。自分だけは違うと思うてな、変われないなら死んだも同然だ。不安だけが心蝕んでく、口を開けて招きする番です。
高純さんとお話ししてると時間が足りない。そうですかね。出口さん、僕あの、アリスゲームっていう芝居の告知をしに いきなり後半戦、はい、そうなんですよね。今度の12月に、そうですね、なんかとても不思議なお芝居、不思議なちょっとミュージカルではないですか。ミュージカルではないんですね。でダンスがちょくちょく入るっていう感じなんですけれども、はいはい、うん、アリスゲームというあの不思議の国のアリス、はい、不思議の国のアリスは読んだことあります？ありますよ、もちろん。僕なかったんですよ。あ、そうなんですか。知っておいたんですよ。映画も見たことがない。映画は見たことあって、ああ、そういうのは もちろん、ディズニーとかも多分、おそらく小さい頃見たことがあるであろうっていう感じで、はい、うん、がっつりとちゃんと、はい、本というのを、うん、ルイス・キャロルの本をちゃんと読んだことはなかったんですよ、うん、で今回これをいただいて、この話、はい、いただくにあたって、はい、ほらちょっと読んどかんといけんだろうってことで、うんうんうん、それで改めて読んだっていう感じなんですよ。はあ、あ、じゃあ今回のこのアリスゲームは、はい、脚本は高純さんではない。そうなんです。ちょっと経緯というか、はい、簡単に なぜ僕がこのアリスゲームをやることになったかというと、はい、うんうん、ぜひぜひ、あの久幸さん、久幸純子さん、はい、久幸純子さん、ね、が彼女が、はい、沖縄をちょっともう去ることになった、うん、なったんですよ。え、そうなんですか。そうなんです。いきなり今衝撃。あ、そうですか。まだお会い、私久幸さんもお会いしたことがなくて。あ、衝撃ですよね。僕も同じ衝撃だったんですよ。で、久幸さん と、出会って前からご存知してあげたんですけど、はい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 、ああいう女優さんだな、いつかやりたいなと思って、はいはい、同じですですよね、はいはい、で、その前2月に、シェイクスペアシェイクっていう舞台があって、あ、はいはい、それにもう僕が、うん、ちょっと、あまり認識もなかったんですけど、はい、なんか飲み会の席があったんで、はい、その席に行って、はい、承諾していただいて、はい、で出てもらって、はい、でその流れで、実は私今年でっていう話聞いて、ってこれからちょっといろいろやっていきたいと思ってたのにっていう話があり、うんうんうん、はい、でその後、8月ぐらいに実は、うん、それに当たって、はい、沖縄さんに当たって自分でちょっと自主公演というものをやりたいんだと。そうなんですね、うん、あ、脚本の話かなと思って、うんうん、今から、来年の脚本書くとちょっともうきついなって思ってたんですけど、うんうんうん、そうじゃなくて脚本は、久幸さんが、はい、福岡かな、福岡にいた時の劇団員、はい、同じ劇団員の堤良二さん、堤良二さん、うん、っていう方が、はい、にもお願いしてると、うんうんうん、でその脚本は、はい、不思議の国のアリスをモチーフにした話なので、うん、それができたらそれを演出してほしいという話になり、はい、それで台本をいただいて、はい、で僕は不思議の国のアリスの知識がなかったじゃないですか、バーって読んで、うん、ちょっと難しいぞこれは、うん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 、で急遽ちょっと一回僕読んでみます、はい、読んだ上で見たらもう面白いんですよ、はい、あの元ネタが、うん、リンクしてるんで、はい、あの不思議の国のアリス その言葉遊びとか、お茶会の話とか、はい、そこら辺の話が、はい、見事リンクしてあるので、うん、で、まあ、むしろ知らなくても舞台は多分楽しめると思いますけど、はいはいはい、知った上で見たらもっと楽しい舞台ですね、はい、うん、はい、そんな感じで、そういう経緯で僕が、はい、やることになったんです。はい、はい、演出をですね。そうそう、演出を、はいはい、それで、話の内容ちょっとあらすじを、はい、あらすじをちょっと触りだけ、はい、触りというか、茨谷という架空の町が
ありまして、はい、でそこに、うさぎの家というレストランがあるんです、うんうん、そこに、町の顔役の八田さんという人だとか八田さんとか、はい、古本屋を営んでいる片平さんとか片平さんで謎の、大学生のような秋田くんとかそういう人たちが大学生のような、ような何をしてるんだろうなっていうが、まあ、来る、はい、うさぎの家っていうレストランがあって、はい、そこで働いているのが、はい、有坂さん、アリスですね、そうですね有坂さんでその有坂さんの友達の建築会社の娘で、うん、うさぎさんっていう、はい、うさぎさん、うさぎさん、うさぎさんっていう人がいるんです。でちなみに八田さんは帽子屋の八田ですね。で片平さんが芋虫のキャタピラ。あ、秋田くんは何だろうなってまだちょっと分からないですけど、まあ、そういう人が集まってくるんですよ。でそこで何が話されるかというと、実はこの茨谷というところがちょっと、まあ、森の中にあるような、まだ開発されてないような、静かな町なんですけど、はい、今度ちょっと開発事業が入ると、でそこで八田さんが、自分がその誘致、市長にその開発の誘致をする、はい、するので市長を呼んでここの、うさぎの家に、はい、うさぎの家しかのレストランしかここに美味しいところここしかないからここに市長をお呼びしてもてなしたいと、うん、それにあたって、市長はとてもお芝居が好きなので、はい、我々でお芝居を上演したいんだけどもという話を持ちかけてくるんですよ、うん、で、店主の、有坂さんはなんでそんなこと私にと思うんですけど、うん、八田さんは私は調べましたよと、はい、あなた東京で大きな劇団にいたじゃないですかという話になり、はい、私が書くんですかということになって、はい、でじゃあ、いろいろ悩んだ末に、うん、不思議な国のアリスをモチーフにしたものを書こうということになるんです、はい、でそこから物語が進んでいき、うん、で、そこで有坂さんのちょっと心の闇があったり、はい、八田さんと実は、開発をしたくない人たちがいたりとか、うん、そう物語が進みながらもで不思議の国のアリスの実際のアリスの、はい、不思議の国のシーンが途中出てきて現実世界と交差しながらでさあどうなるっていう話、いやめちゃめちゃ面白そうじゃないですか、面白そうですよね、なかなか台本も、二重構造というか、うんうんうん、この2つの世界がどん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 溶け込んでいくっていう感じで、そう面白いですね。私が東京でやってたお芝居がそういう感じだったんですよ。あ、2つの世界、毎回2つの世界、うん、大きい時に3つの世界、わーすごいですね現実世界とっていうのをやってたので、うん、面白いですね。なんか今の聞いたら、うん、もう絶対見に行く、そうそう、ぜひぜひ行きたいと思います。でも本当で、うん、これは、堤さん東京、今東京にいらっしゃって、はい、うん、作家さんなんですけれども、劇団とか持ってらっしゃるんですか。今はどうなんですか。もともと、オフィスサーカスという、はい、久幸さんと、堤さんとあと何人かの、福岡でオフィスサーカスというのがあって、はい、その、名義上オフィスサーカスのっていうことで作品という方で、で、沖縄でやるということになってるんですよ。はい、場所はどこですか。場所はですね、場所は、メカルベースですね。メカルベース。メカルベースです。はい、沖縄県那覇市メカル203番地。203番地なんですね。メカルベースになってますね。じゃあそのままちょっと料金の方も、はい、お願いします。行きましょうかね。うん、料金がですね、はい、大人3000円、はい、3000円、18歳以下が2000円、はい、12歳以下が1000円となっております。3段階に分かれてるんですね。はい、でそれでですね、さらに、はい、その3段階に分かれてるんですけれども、はい、2回目、見に来られる方がいらしたら、これはあれですかね、半券を持ってきたらでいいのかな。2回目の時は大人が2000円、1000円引きで2000円、はい、18歳以下が1000円、はい、12歳以下が500円と安くなります。2回見ると、はい、さらに3回見たいぞという人が3回見に来ると、はい、さらに、安くなって大人は1000円、はい、18歳以下500円で、12歳以下はもうただとフリーというふうに大盤振る舞いなってますね。だから12歳以下は3回以上何回見ても1500円で見れるということになってますね。これ公演期間は
何回で何あのいつからいつまでで何回公演あるんですか。公演会はですね、うん、12月の、はい、19、20、21、22日ですね、はい、19日木曜日、はい、20日の金曜日、はい、21土曜日、22日日曜日の4日間公演ですね、はい、で時間ですけど、はい、19日が夜の8時、8時、1回だけです19日は、はいはい、で20日金曜日は、はいはい、お昼の1時と夜の8時、8時、2回公演ですね、はい、で次の21日土曜日は同じく、はい、昼の1時、1時、はい、と夜の8時、8時、はい、でラスト、はい、楽日の、はい、22日の日曜日に関しては、はい、昼は1時変わらず、はい、で夕方の、はい、次2回目は夕方の6時になります、ね、はい、これなんか演劇関係者からするとこの大人の事情ですよね。大人の事情がすごくよく、はい、打ち上げがあるので1日目はゲネだろうみたいな感じね。まさにそうです、まさにそうです1日ゲネで、1日ゲネで夜1回で公演して、で、まあ、中2回2回やって、はい、で最後の日は、バラシがあるので早めに終わらすっていう感じですね、はい、そう、はあ、でも、これだけ公演があったらね行ける機会も多いですし。そうなんですね。でも今回ダブルキャストですか。そうなんですよ今回、うん、ダブルキャストでして、はい、シングルキャストが、うん、1、2、3、4名ですかね、はい、4名でだけ で残りの1、2、3、4、5、5名、はい、9名合計9名なんですけど、はい、シングルが4名で、はい、ダブルキャストが5名、5名、半分今見たらちょっと半分以上がダブルキャストですね。ちょっとこの情報を私見た時に、はい、この絶対1回じゃ収まらない組み合わせ仕上がってこの野郎と思いました。このダブルキャストがまたどっちも見たいって感じの、ダブルキャストがダブル同士のペアではなくて、うん、日によって入れ替えなんですね。ね、これ何通りあるんですかね。なんでそういうことを久井さんはやったんですかね。でもこれ役者にも勉強になりますよね。あ、そうですね、本当にね、うんうん、相手が違う、相手が違うとまた全然同じセリフでも違う芝居になりますもんね。また僕も演出の方も一人一人、変えてるんで、はい、当然ですけどこの人ができることとこの人ができることはまた違いますから、ね、そうするとまたパターンが変わってきて、うん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 、あの人がこう動くの、うん、っていうことがちょっと今後僕自身も練習しながら ね、あれ、あれ どこだっけ、大役とかなったらもう余計わけわからない、わけのわからない人になってますね。でそれも、まあ、でもアリスの世界自体がもうわけのわからない世界ですから。そうですね、まあ、パラレルワールドのような話なので、はい、まあまあそれでいいかな、よくわからないですけどね。いやいやいや、ますますね、楽しみですね、本当に。あとね、この中でダンスがあるんですけれども、はい、もうちょっとキャストもちょっと紹介する時間がありますかね、はい、かね、はい、で出演者が、うん、ここでは、JK という芸名でやってますけど、はい、久井純子さんですね、はい、久井さんで、はい、元刈谷正美さん、はい、正美さん、ね、はい、玉城美奈子さん、はい、玉ちゃん、ダブル OC、 で、ね、遠山翔一さん、はい、翔ちゃん、劇職大人団、はい、大先輩ですよ。で次が、山田光さん、はい、B スタジオ京楽さんですね。京楽さん、僕はもう京楽と言ってるんですかね。私も京楽さんって呼んじゃいます、ね、なんで名前を本名に戻したんですかね、山田光さん、はい、で次に、戸口正人さん、これ正人、ね、ジャスプレッソ、はい、ジャスプレッソっていうのを、劇団名ももう馴染んできましたね。そうですね、最初はなんじゃいと思ったけどね、ジャスプレッソ馴染みますね、馴染みますね。で次に、社会人ストリートダンススクール大豆というところから、はい、伊藤智代さんが出ます、はい、でダンサーです、はい、で初めての、お芝居なんですけれども、はい、いやなかなか、はい、さっきほら素質どうのこうの話したじゃないですか、はいはいはい、彼女も多分素質のある人ですね。楽しみですね。で、加藤沙耶香さん、あ、はい、沙耶香さんフリーですかね、今ね、はい、大好きです、うん、ミュージカルとかでも活躍してますよね、ミュージカルとかね、はい、で小浜子さん、はい、これ WOC ですね、小浜子さん、はい、でもう一人、社会人ストリートダンススクール大豆から、はい、砂川貴樹さん、貴樹さん、はい、はい、が出ます、はい、で吉本の方から、はい、沖縄吉本の方から岩田優斗、うん、岩田さんですね、もう岩田さんあっちこっち出てますね、はいはい、もうね、うん、
役者なんだか芸人さんなんだかわからないというね。あと、川上正樹さん、はい、マッキーですね。マッキーもいいですね。私も大好きです、はい。で、餅月健人さん、健人今回僕 初絡みで餅、はい、で、玉城里奈さん、はい、というなっておりますね、はい。でこのうち、1,2,3,4,5,6,7,8 8名が、ダブルキャストで、はい、そういうことになっております。はい、告知ありがとうございます、はい。お名残惜しいんですけど、そろそろね、はい、ドリームキャッチャー終わりの時間になりました。コージーさん、まだまだお話ししたいのでね、はい、ぜひ来週のゲストでもお迎えしてますので、はい、今度来週はアリスゲームのもっとね、深く、ね、深いところのお話をね、はい、していていただきたいと思います。はい、よろしくお願いします。はい、今日はありがとうございました。ありがとうございました。はい、エンディングテーマ、リオンの光のもとへをお聞きいただきながら皆様とお別れです。日曜日の午後4時はドリームキャッチャー、また来週。優しさ